日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、本日は2022年の元旦というわけで、ミスお食い始めはこちらからいきたいと思います。おせち料理です。なんかこれ常温で保存できるおせちみたいですね。なのでちゃんと買って用意しておきました。しかし寒くて手に力が入らない。中身どうなってるのか本当に今の今まで自分も知りません。では開けてみましょう。お、中にこんな紙が入ってますね。どうやらここに書かれているお品が入っているようですが、こういうの本当食べたことないからな。前にちょっと小さなお試しおせちみたいなのは食べたことあるんですけど、おお、こういうのは初めて。これを用意するんですね。こういうふうに袋に入っているわけですか。これは気になりますね。しかしこれさすがにな、お菓子料理をお菓子みたいにガバーっていつもみたいに食べるのは抵抗がありますので、とりあえずこういうお重とかはないのですが、何かに載せたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。すいません、本当に申し訳ないです、ね、撮影に失敗してナマスとかたたきごぼうとかあったんですけど、それ食べてるシーン撮影が、ああもう新年早々何やってんの自分は。まあ気を取り直して次いきますね。次は黒豆、白豆、高野豆腐、だし巻き卵で、お豆がって2色入ってもらうんですが、黒豆は分かるんですけど白豆ってあんまり入ってないような気もするな。ではその気になるお豆さんからいただきます。はい、続きましてはエビ、昆布巻き、タラの旨煮、だづくり、味噌、エビビー、焼きホタテと海鮮部類が並んでます。どれからいこうか。そうだ、ニシンの昆布巻きからいきたいと思います。この中にニシンが入ってるんですね。でははい、ラストは栗きんとん。もうここまで来たらこれでいっちゃいましょう。甘いものをこういうふうに食べるのはいつものことですけどね。今年も平常運転で行くのでしょうか自分は。まあそうでありたいと思う気持ちもあります。はい、では栗きんとん、ツヤツヤで綺麗ですね。ではに食べたナマスは、自分は奈良の大根はあまり得意ではないのですが、結
こ甘酸っぱい味付けでシャキシャキとした食感とともに美味しくいただくことができました。まあかなり邪道の姿ではあるんですけど、続いてのたたきごぼうはごぼうが結構柔らかくて、あれ食感もないのかな、自分はやっぱどっちかというと硬い方が好きなんだけどと思ってしまったんですが、しっかり甘めの味付けで食べやすかったです。その次に食べた味付き椎茸は、椎茸が肉厚でうにゅっとした食感が口の中でぐじゅーっと外れていって、なんか嫌な表現だな、おい、中の染み込んでいるお出汁の味が口の中に浸透してきて美味しかったです。そしてはい、その次はそうだそうだ、たずなこんにゃく、たずなこんにゃくはしっかりとしたプルプルとしたぷにゅぷにゅとした食感が、お野菜続きでちょっと物足りないかなと思っていたところにちょうどいい満足感を与えてくれました。で、その次の黒豆と白豆は、白豆の方が大きいのでその分満足感を感じやすく、黒豆の方は数を食べたい人向けですね。あ、そうだ、味を忘れていた、味はどちらもホクホクして甘めで美味しかったです。で、さらにそこに来た高野豆腐、なんか高野豆腐自体はごくありふれた印象があるんですけど、結構それは固めになってることが多いんですね。なのでかなり柔らかめで、なんか今まで食べてきた高野豆腐と違うなという印象を受けました。そしてだし巻き卵は甘めの味付けで分厚くて食べ応えもあって美味しかったです。こういう卵焼き好きなんですよね、作るのは大変ですけど。続いての、長くなってきたな、まあ数が多いからそうなんです。昆布巻きニシンはただの昆布かなと思って噛むと、いやいや全然違う、中からお魚の旨味が広がってきました。全長が見えないので小さいのかなと思ったけど、そんなことはなく、しっかりと中からパーンときましたね。その次、タラの旨味はさっぱりとしたタラが程よい醤油加減で煮込まれていて、ほろほろと崩れながらうまさを広げてくれました。で、宿エビ、これはもうそのままかぶりついてガズッやってエビの旨味を感じるのが一番です。ただ硬い部分はなくはないので、怪我にだけはご注意を。そして同じくエビつながりでエビピー、お味噌味で甘めの味付けでパクパク食べ進めることができましたが、こちらはちょっとエビは感じられなかったかな、味噌が全部、埋め尽くしちゃってる、そんな印象があります。続いて田作りは、煮干しのような駄菓子のような、そんなザクザクとした食感でした。ザクザクとしてるのはいいのですが、お魚とは想像がちょっと違うかなと思いました。で、あとは、そうだ、焼きホタテだ。焼きホタテは開けた瞬間から焼けた香ばしい香りが鼻の中に来て、鼻をつきましたね。これは期待される。もちろん身の方もしっかり弾力があって美味しかったです。最後に食べた栗の甘露煮もさっぱりとした甘さで、テリテリの外側とよく似てとっても綺麗でしたし、お金がたまりそうな、そんな美味しさがありました。今年はこんな感じな。本当に おせちって本当好き嫌いとかね、今まで食べたことなかったんですが、こうして食べてみると美味しいですね。来年もまた別のおせちを買ってみようかなって気が早いな、おい。というわけでこちらのおせち、なんかココをつけてると本当にキリがないので、全体を通して5点とさせていただきます。はい、そう、かなのかな、儚き少女命まで、いやいやどんなに儚いんだよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。